キドキで楽しい。え、最後の歌詞はドキドキで楽しい、これしかないと思う。ストレートすぎるほどストレートね。あれこれ考えたんです。英語のがかっこいいかなとか、もっとロックの言い回しがいいかなとか、でも一番ストレートの方がいいかなって。だって今みんなそう思ってるでしょ。うん、ストレートだからこそ誰にでも伝わるいい歌詞だと思う。私も賛成。ランちゃん、ユキナ先輩はどう思いますか。賛成よ。やった、それじゃあ最後の歌詞は決まり。みんな準備はいいかしら。そろそろスタンバイをお願い。はい。皆さん、ご来場ありがとうございました。残念ですが次で最後の曲となります。次の曲はバンドの垣根を越えて私たちで作った新曲です。このパーティーに来てくれたお客さん、それから私たち全員が同じ気持ちになってくれていればいいなと思って作りました。その思いが届いたら嬉しい。それじゃ、いくわよ。ミュージックスタート。ライブ大成功だったね。だね。外のカフェで売ってたパンやドリンクも大人気だったみたい。よかった。わー、やったね。みんなお疲れ様。最高のライブをありがとう。マリナさん、お疲れ様でした。いろいろサポートしてくださってありがとうございます。いやいや、私は何もしてないよ。まあちょっとモッシュした人を受け止め続けてボロボロの人もいるけど大丈夫。そういえばかすみちゃんたちは今楽屋で片付けしてるはずだけど。みんなお疲れ様。かすみ、それにアンコールバンドの皆さんもお疲れ様でした。新曲すっごく良かったよ。っていうか、あや先輩泣いてる。だって、なんか感動しちゃって。あやちゃんはいつの子だから、あんま気にしないでいいよ。なんか私もユキナがみんなと歌ってるの見て、ちょっとじーんときちゃった。私もランを見てたらつい。私はちょっと安心したよ。どこのバンドにもボーカルの保護者がいるんだね。ちょっと恥ずかしいからやめてよ。でも本当にどのバンドも最高の演奏だった。もちろんアンコールバンドもね。5バンドはみんな色が違ってもそれぞれが自分たちのやれる最高の演奏をしてくれた。その気持ちが客席まで伝わってきてすっごく楽しかった。笑顔のお裾分け大成功だね。ありがとうございました。悩んでいた時に共通点を見つけてみてってアドバイスのおかげでこんな風にみんないい演奏ができたんです。やったじゃん。そうそう、オーナーもすごく喜んでくれてたよ。早速イベントの第2弾もやってくれだって。調子いいな。なんかまあいいじゃないですか。皆さんのおかげですごくいい経験ができたと思ってます。だから何度でもイベントをやりたい気分ですよ。うん、この25人なら絶対絶対楽しいことができると思う。そうだね。みんなが感じた気持ちをずっと持っていればきっと。青春って感じするな。規模は違うけど学生の頃の文化祭とか思い出しちゃったよ。と前置きが長くなっちゃったけど今日はパーッと打ち上げちゃうね。はーい、早速乾杯しましょう。
ラスの準備はいいかな？じゃあ乾杯の温度はかすみちゃんにお願いしようかな。では先月ながらこの富山かすみ、乾杯の温度を取らせていただきます。それでは乾杯。あれどのタイミングで乾杯っていうのが正解なの？どうなんでしょう。めっちゃバラバラ。なんか私たちらしくて笑えるね。ミニライブの後の打ち上げではそろって言えてたのに。確かに